武田塾高田の参考書だけで合格点を取る方法。今回は2017年明治大学法学部の世界史の勉強方法について話していきたいと思います。明治大学の法学部の世界史、試験時間は60分間で、配点は100点満点の試験になります。大問構成は全部で4題出題されています。出題形式はマーク式、選ぶような問題と、実際に書く記述式の問題が、2つ出題されています。で、大問構成4題って話をしたんですけど、1題目2題目と3題目4題目で傾向が少し違ってきます。1題目2題目は、その1問1答形式のような出題、何か聞かれてそれを担当で答えると。で、大問3題目4題目が正誤問題ですね。 ABCD の文章が出て、そこから誤っているものを選んだり正しいものを選んだりする正誤問題の形式が3題目4題目の出題の内容になっていました。なので、具体的な対策の方法としては、武田塾の参考書ルートでもある、ツインズマスターやナビゲーター世界史、ターゲット4000といった世界史の基礎用語を覚えるような参考書で、基礎の用語をインプットしていってください。そうすれば第1問第2問の1問1答形式の問題はしっかり答えられると思います。で、そういった知識を蓄えてもらった上で、第3問第4問で出題される正誤問題を攻略するために、センター試験への道やセンター試験の過去問を用いて正誤問題の対策を行ってください。最後に総仕上げとして、オンリーワン世界史などで、世界史のさまざまな角度から問われるような入試問題を実際に練習していくことで、世界史の用語で漏れはないか、詳細な知識まで詰めていく最後の演習を行ってください。具体的な世界史の対策方法としてはそのような形になります。今回は以上です。